さあハイボールクラブへようこそ。今回はリカーマウンテン銀座37へやってまいりました。変化の福袋企画をハイボールクラブへようこそ。はい、というわけで今回は東京のリカーマウンテンの旗艦店である銀座37へとやってまいりました。早速店内に入っていきたいと思います。こちらの店舗はリカーマウンテンでもかなり存在感のある店舗となっていて、見ていただくとわかるんですけれども、かなりしっかりとした在庫展開を持っておられ、ずらりと並ぶ圧倒的存在感を放つボトルの数々。こちらはジャパニーズのコーナーですね。そしてそちらからですね、イーガンズですね、最近の流行りですね、そこからのロイヤルサルート、ブルーラベル、そしてそこからのですね、ジョニーウォーカーの基本アイテムをしっかりと品揃えされておられます。ジェムソンもかなりですね、しっかりとアイテム数を持っておられます。その横はブッシュミルズですね。そして我らがランベイもしっかりと品揃えを持っておられます。そこからですね、オールドパーですね、ここもですね、しっかりと存在感を放っていました。その下はシーバスリーガルですね。12年の水なら18年、そして通常品の12年18年、そこからのバスカーですね。タラモアデューやティーリングの姿も確認できます。ここからですね、ティモラスビースティやスカリーワグ、そしてこちらですね、バランタインになりますね。バランタインの方もですね、各アイテムをしっかりと取り揃えておられました。そこからのホワイトホース、デュアーズ、デュアーズ、デュアーズ、そしてティーチャーズ、カティーサーク、フェイマスグラウスですね。このあたりもしっかりと品揃えされておられましたね。そしてここですね、ブッカーズがなんとこちらずらりと、そしてそこからのジャック・ダニエル、そしてホイッスルピッグもしっかりと品揃えされておられたんですけれども、その下にはですね、ノブクリークからのジンビームですね。ジンビームもしっかりと品揃えされておられたんですけれどもね、その横でですね、非常に存在感を示していたのがコーバルですね。その下にはメーカーズマークがですね、ずらりと並んでいたんですけれども、このあたりもですね、多様性が非常にあるなと思いました。ブラントンにウッドフォードリザーブ。本当にですね、いろいろなジャンルをしっかりと品揃えされておられるのが、銀座37の特徴と言っていいかもしれません。さらに下段の方に行きますと、バーボンウイスキーが続きます。このあたりもですね、しっかりと基本的なアイテムからマニアックなアイテムまで幅広い品揃えを持っておられる。それがですね、やはり旗艦店としてのプライドというんですかね、そのあたりが垣間見えましたね。はい、そして棚は変わりまして、こちら見ていただくとロストディスティラリーシリーズなどが目に入ってくるんですけれども、その下にはアルモリック、そしてリンドーズがですね、ずらりと並んでいます。一段ぶち抜きで陳列する目を引く品数。これはリカーマウンテンさんの銀座37ならではと言っていいでしょう。さらにその下にもグレンスコシアがずらり。このあたり本当にね、圧倒的物量を持っておられるのが印象的でした。そしてさらに棚は変わりまして、グレンリベットのシングルカスク、そしてこのグレンリベットもしっかりと吟味された商品展開となっていて、我々の目を楽しませてくれました。そこからのですね、下段に移っていけば、今度はロッホローモンドですね。ロッホローモンドの方もですね、やはりさすがリカーマウンテンさん、しっかりとした品揃えで我々に他にない絵面を楽しませてくれました。再下段にはカバランがカラフルに商品陳列されていました。こちら、ウルフバーンなんですけれども、一段半ぶち抜きで陳列する目を引く品数ですね。本当にこれほど多くの選択肢を用意してくれている銀座37、ただものではありません。そしてこのあたりもですね、数多くのウイスキーが並んでいるわけなんですけれども、多様性のある品揃え展開がですね、本当に目を引くところでですね、数多くのアイテムが我々の目に飛び込んできます。そしてさらに棚は変わって、ボーモやキルホーマン、ここら辺はアイラ系ですね。ラフロイグやラガーブーリンですね。カリラの姿やアードベックの姿も確認できます。このあたりは花形アイラ、さすがといったところでしょうか。アイラ系のボトラーズの姿も確認できます。再下段にはビッグピートの姿も確認できますね。そしてさらに棚は変わって、こちら、
グレンモオレンジがカラフルにお出迎えですね。その下にはトマーティンやザ・ボルトの姿、そしてさらに下に行くとですね、ロイヤル・ロホナガーやグレン・ドロナック、グレン・カダムの姿が見えます。さらに下に行くとグレン・グラッサやグレン・タレット、そしてさらに下に行くとこちらですね、カーンモアなどダルモアの姿も確認できますね。そしてこちら見ていただくとわかるんですけれども、クラガンモアにベン・ロマック、そしてモートラックの姿も確認できます。その下にはこちら、皆さんおなじみグレン・フィディックですね。非常にカラフルで純粋に面白い並びになっていますね。さらにその下にはシングルトン、バルベニーの姿も確認できます。とにかくアイテム数の多さは特筆に値すると言って過言ではないでしょう。そしてグレン・グラントやマッカラの姿が見えるんですけれども、トミントールのこのアイテム数、カラフルで非常に面白い絵面ですね。その下にはグレン・マレーやベン・リアック、さらに下に行くとグレン・ファークラスの姿も確認できます。ここにもカーンモアがありますね。さらにアイル・オブ・ラッセー、アラン。その下にはハイランド・パーク。ここら辺はアイランズ系といったところでしょうかね。しっかりと整合性のある陳列となっています。タリスカーの姿も確認できます。その下にはジュラがズドンと展開されていますね。そしてローランドですね。この辺はオーヘントッシャーの姿などが確認できます。そしてこちらはですね、ガラスケースのプレミアムラインとなっています。本当に数多くのプレミアム性あるウイスキーたちがですね、ずらり一堂に会しているわけなんですけれども、その中でも一部ね、モッサンの目を引いたものを少し紹介していこうかなと思うんですけれども、まずはですね、ラフロイグ25年ですね。そして続いて、ベンロマックのこちら40年ですね。まあ価格も40万とですね、1年1万という感じですかね。そこからのバルベニー、バルベニー、バルベニー、バルベニー。これだけバルベニーを揃えているのはですね、やはり銀座という立地がなせる技でしょうか。非常に見応えがありました。ここからはですね、ミニボトルのコーナーですね。銀座37さんはかなりこのあたりにも力を入れておられてですね、少容量での販売も行ってくれていました。その中にですね、数多くのミニボトルや量り売りボトルがあったんですけれども、こちらの方はですね、本当にこういったミニボトル収集家にとってはですね、本当によだれものではないかと思います。なかなか珍しいラッセイなどのですね、ミニボトルも売ってたり、なかなか普通の酒屋さんでは売っていないようなですね、ミニボトルの姿がちらほら確認できました。このあたりはですね、かなりよだれものではないかなと思いますが、いかがでしょうか。そしてこちらバックカウンターですね。カウンターの後ろもリカーマウンテンさんの全面協力ということでですね、撮影に成功しています。このあたりも見応えが非常にありますね。こちらにはですね、アードベッグ20年のシングルカスクの姿が確認できます。こちらなんかはね、本当にね、一度飲んでみたいなというところですね。そしてこちらはですね、ランベイのシングルカスクですね。こちらの方もですね、我々ランベイ島にはもう本当にたまらない一品となっています。そしてこちら、ロホローモンド50年ですね。もう見てください。この木彫りの箱ですかね。鍵付きですね。もうここまで来るともう重厚感とかそういうレベルで片付けられるもんではないですね。本当に普通に眼福です。そしてここからはオールドケンプトンからのアビンジャラクですね。その下には進撃の巨人ボトルの姿も確認できます。さらに下段に移っていくと、こちらですね、カラフルに展開されていましたのが、こちらもボトラーズですね。ヘプバーンチョイスと言われるものでですね、こちらの方もですね、数多くのボトルが商品陳列されていました。さらにここからですね、ガラスケース内のジャパニーズプレミアムコーナーですね、かなりオールド系のですね、すでに販売が終了している商品を中心に陳列展開されていました。なかなかですね、このあたり、ジャパニーズ好きにはですね、よだれものの展開というかね、本当にですね、しっかりとした品揃えで我々を楽しませてくれていました。そしてこちらですね、響きゴールドとエトボトルですね、その下にはですね、ローヤル、そしてフルダル仕上げですね。そしてこちら、グレンファークラス50年でございます。我々がウイスキーハーバー神戸で実際に飲んだもの、その新品になりますね。価格は税抜き150万ですね。
やはりただものではない存在感。そしてここからはですね、少し店内を見ていきたいと思います。ウイスキーだけでなく、数多く他の商品も展開されていて、ジンやビール、ウォッカ、他にもワインにスパークリングワイン、シャンパン。やはり銀座という立地がですね、本当にウイスキーだけではなく、いろいろなお酒が愛されていることをですね、店内の商品展開から確認することができます。こちらはおつまみですね。こちらの冷蔵ケースの方もですね、しっかりと日本酒やシャンパンの方が冷やされてですね、その出番を今か今かと待っているわけですけれども、こちらの方もですね、銀座の品揃えという感じでですね、非常に高級感にあふれていました。そしてここからですね、量り売りのコーナーになります。見ていただくとわかるんですけれども、こういった形でですね、銀座37では少容量でしっかりとまずテイスティングをして購入することも可能となっています。実際にこういった形で展開しているんですけれども、やはりフルボトルいきなり買うのは怖いという方にはですね、非常にありがたいシステムとなっていますね。マッカランエディションナンバー6をテイスティングさせていただきます。ちょっと酸味がかったシェリーか、華やかというより割と酸味香の方が強いですね。あ、でも飲むとしっかりバッチリシェリー感ですね。めちゃくちゃ甘い。なんかね、糖蜜系の甘さですね。非常にまた違った匂いですね。なんか香り立ちとギャップがすごいですね。なんか香り立ちからはすごい酸味感があるんですけど、飲むとすっごいコク甘です。非常にいいんじゃないでしょうか。では銀座37店長新見さんのおすすめのボトルを紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私のおすすめはこちらのポルトマン、はい、グレングラント14年の、PX シェリーバッグですけども。 PX なんですね。あ、そうです、はい。おすすめのポイントはどこですか。実はこのボトルの前に昨年の、銀座37日本周年の際に、こちらの12年のポルトマングレングラントをリリースさせていただいてまして、まあ、そちらがすごいかなり好評で、まあ、そちらの方はもう売り切れてしまったんですけど、実はその、リリースの際に、半分を樽の中に残しておいて、で今回その半分現地でスコットランドの方で追熟をさせていただいてまして、今回ボトリングして2年間の追熟を経てリリースになったのがこのボトルで、なので前回購入していただいた方はその2年間 その熟成の違いっていうのを楽しんでいただける。すごいですね。わざと半分残して追熟をかける。そうですね、なかなかそういったボトルってないと思うので、ね、まあね、しかもグレングラントっていう割とメジャーブランドですよね。そうですね、はい。グレングラントってなかなか見かけることないですね、はい。店長さんおすすめの1本ということでですね、こちらの方ですね、我々テイスティングさせていただきたいと思います。ありがとうございます。店長の新見さん一押しのザ・モルトマンのですね、グレングラント14年ですね、シングルカスクになるんですよね。シングルカスク、はい、ですね。何度なんですか。アルコール度数は 55.2 度です。いただきます。あ、 55.2 度とは思えない、なんか華やかさ。もう少しアルコールがないかなと思ったら、すごい酸味を満たすフルーティーさ、いい感じに香りますね。飲むと超濃厚、すごい。通常のグレングラントとはやっぱり違いますか。全然違う。もっとグレングラントってもっとあっさりですよね。そうですね、どちらかというとね、はい。まあ、グレングラントのこう華やかな感じとですよ、ね、PX チェリーの甘みがすごいバランスよく混ざってる、ね、ものすごいボディ感、厚みがあって、すごくなんかグレングラントってもっとね、こうフルーティーでさらっといく感じなんですけど、それにさらに重厚さっていうか、シェリーで厚みを増してるんで、すごくなんかこれ一本いただいて帰ろうかなと思います。それぐらい美味しいです。というわけで今回はリカーマウンテンさん銀座37全面協力のもとで店舗動画撮影させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。実際にですね、素晴らしい売り場作り、我々非常に勉強になりました。そしてやはりですね、店長さんの熱量、
熱く感じましたね。これからもですね、我々リカーマウンテン応援していきたいと思いますので、福袋企画ともどもですね、ぜひぜひよろしくお願いできればなと思う次第です。今回の動画良かったなという方、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもどしどしお待ちしております。長時間ご視聴ありがとうございました。モッサンハイボールクラブでした。